んまり緊張しなかったっていう意味ですごいいい感じのリラックスして集中できたなって思いました。スタート前は内容的にはすごい良かったなって思います。前半行かれても焦らず後半3台力上げれることができたので良かったなって思います。で予選結構、まあ、スタート7歩に変えたことで結構前半とかあんまり8歩みたいにできなかったんですけど、でもその代わりに後半伸びたので結構良かったですね。まあ、決勝の7歩は予選と比べてすごいいい7歩はできたなって思います。すごいなんか自分のことだけに集中できて周りにちょっと前出られても焦らず自分のペースでいけたのが良かったです。そうですね、とりあえず日本選手権でしっかりと周りと勝負できるような状態にして、それで自己ベストオリンピック標準を突破して、でオリンピックでしっかりと決勝を狙っていきたいですね。決勝は7秒台で走りたいってこう、まあ、強く思ってたので、まあ、レース内容的にも記録的にもすごいちょっと残念だったなとは思います。まあ、予選の走りからしてももう少し修正してしっかり自分で積極的に走れば、まあ、7秒、まあ、9球でもいいから出せるって思ってたんですけど、まあ、スタートから、まあ、1台目の入る前に、まあ、しっかりリズムアップしてそこから積極的にしっかり足を回していこうと思ってたんですけど、やっぱりそこであまりこうリズムに乗れず、勝ったことは良かったんですけど、まあ緊張感のある中でしっかりもっと走れたらより良かったなとは思いました。去年よりも速くなってるっていうことが分かったし、まあ、今年のオリンピックシーズンのためにこう、まあ、いいスタートが切れたかなとは思います。